はい、本日の作業はこちらを取り付けていきます。これ何だか分かりますか？はい、このね、筒状のゴムみたいな、ものなんですけども、これはグリップのすり減りを防止するカバーです。なんかね、そんなカバーなんかつけなくていいんじゃないのって思うかもしれませんけど、グリップヒーターつけてる方とかはね、すり減ってしまうと、ヒーター部分だけね、買い替えになって、高い、修理代になってしまうので、これをね、巻いておくと、グリップヒーターが長持ちしますね。木島さんで出してるのが有名なんですけれども、これね、全く同じ素材のものをね、Amazon で見つけました。しかもね、筒の、太さと長さがね、こう自由に選べるんですよね。で、好きな長さに切ってね、使えるということで、私、こちらを注文しました。で、こんな感じで、ちょん切ってね、ハンドルにかぶせます。そして、ヒートガンね、このヒートガンでぼーっと炙っていくと、綺麗に縮んでいきます。ドライヤーだとね、ちょっとね、熱くならないので、ドライヤーだと多分縮まらないと思いますね。この熱収縮チューブの素晴らしいところは、直径方向は縮まるんですけども、横の長さね、これほとんど変わんないんですよ。これね、素晴らしいですね。もうバイクのグリップにはね、最高ですね。あと表面もね、滑り止め加工してあるので、ツルツル滑ることもないですね。で、もともとこのチューブは、そのバイクのね、グリップ専用というわけではなくて、釣り竿だとか、あとね、まあ、ラケットだとかね、鉄パイプがね、冷たくて困るって時にね、これを巻いたりとかですね、いろんな用途に使われてるみたいですね。はい、どうですか？もうね、見事に綺麗に密着してますね。筒のね、太さはね、いろんな太さがあるので、実際に自分のハンドル径を測ってから注文するといいと思います。で、実際これでね、乗ってみたんですけども、カバーがね、空回りするようなことも全くなくて、非常に快適に乗れます。見た目のね、デザインはちょっとあれかなと思いますけど、まあ実用性重視ということでね、おすすめします。